現代の多くの楽器は複雑でたくさんのパーツからできている。時にはスタンドや椅子も必要だ。しかしカホンはドラムとスタンドと椅子のすべてが便利なことに箱一つで済んでしまうのだ。このシンプルさがカホンが大陸や文化を超えた旅をして現在世界で最も人気のある打楽器の一つになった理由かもしれない。カホンの歴史は西アフリカに古くから暮らすドラムやダンスを中心とする豊かな音楽の伝統を持つ先住民から始まる。彼らの多くが囚われ奴隷としてアメリカ大陸に連行された時、この文化も一緒に持ち込んだが、故郷の楽器そのものはなかったので間に合わせで作ったものだった。ペルー沿岸のアフリカ人奴隷たちは材料もなければジャンベやジュンジュンといった彼らの伝統的なドラムを作る機会もなかったが、船積み用の木箱なら簡単にたくさん手に入っただけではなく、その目立たない外観は奴隷が音楽を演奏することを禁じた法律をすり抜けるのに役立ったかもしれない。初期のペルー式カホンは単純な箱で、5つの側面は厚い板でできていた。6番目の側面は薄い板で作られ、叩く面として使われた。これは一般的にはタパと呼ばれている。音が外に逃げられるように背面には鏡孔が開けられた。アフロペルーの文化が発達し、例えばサマクエカ、フェステホやランドのような新たな形の音楽やダンスが生まれるのにつれ、カホンはそれ自体で楽器として認められるようになる。初期の調整は音を調整するために、ただ箱の厚板を曲げる程度だったが、奴隷制の廃止によりカホンがより多くの人々に紹介されると、すぐにもっと多くの調整や実験が行われた。カホンをヨーロッパの聴衆に紹介した最大の功労者は、おそらくスペインフラメンコのギタリストパコデルシアだろう。彼とパーカッショニストのルーベン・ダンタスは1977年にペルーでツアーを行った時、カホンを見つけてスペインに持ち帰った。フラメンコ音楽に使えるのではと思ったからだ。タパの内側に沿ってギターの弦を張ることで、フラメンコ奏者たちはスネアドラムのような音を生み出すことができた。通常のベース音と合わせて基本的なドラムセットに近い音がカホンで出せるようになったのだ。カホンは一気に流行し、やがてフラメンコのスタンダードになっただけでなく、フォークやジャズ、ブルースやロックの分野でも使われるように。今では多くの特殊なカホンが作られている。調整可能な弦を持つものや複数の座面を持つもの、またスナッピー調整用レバーを持つものまで。しかし基本コンセプトは不変だ。カホンの物語は、最も単純なものが自由な発想を加えることで最も素晴らしいものになり得ることを教えてくれる。楽器の演奏に興味がありますか？この動画で楽譜の読み方を学びましょう。そしてチャンネル登録もお忘れなく。